カとはうまくやってる？何？え？大学教授だよ。聞いてないの？なんで本人に聞かないのよ。で、それがどうしたの？はじめはびっくりするよね。じゃあ、あかねにもまだ会ってない？はるかの妹よ。そうそう。そっか、まだ会ってないか。面白い？そうね、面白いかも。あ、ほら、B 組は体育らしいぞ。結構話題になってるみたいだぞ。お前と鈴宮のこと。そりゃ隠れファンが多かったってことだろ。念のために言っとくけど、お前のじゃないぞ。よかったな。ある意味、戦争の的になるのは結構気分いいもんだろ。お前がこの学園で感じることができる数少ない優越感じゃないのか？モテる者の余裕か。その立場にいると実感ないと。本当、よかったな。今日は夜からなんだ。そうだな。
鈴宮は予備校とか塾とか行ってないの？私は別に。じゃあ家庭教師とか？それも特に。じゃあ完全独学。へえ。ねえねえ、ちなみに志望校は？うん。お、そうなんだ。学部は？学科は？高雪どうした？高雪のやつ、今志望校変えようかどうしようか悩んでるはずだよ。え？鈴宮と同じところにしようかどうしようかって悩んでるんだ、あの顔は。くんってなるみくんの気持ちがわかるんですね。そりゃ付き合い長いから。鈴宮もそのうちわかるようになるよ、俺なんかよりさ。はい。これで優越感を感じないとは。一瞬お前に殺意を覚えたよ。鈴宮可愛いじゃんか、大事にしろよ。それじゃあ私はここで。私、一人で帰れるから。せっかく、平君と久しぶりに帰るんだから。うん。なんか、悪いな。それじゃあ、お言葉に甘えて。それじゃあ。また明日。くぅー、鈴宮って、ほんといい子だな。もう少し頑張ってマジで白陵大目指したら？まあいいや。それより
久々にゲーセン行こうぜ。よし、行こうぜ。校長の話いつも長いからな。終業式は特にね。でもまあこれで夏休みだしね、高雪。学園生活最後の夏休み、お前にとっては彼女と過ごす最初の夏休み。かー、いい響きだな。おいねえ、羨ましいな。そんなの関係ないって。どこ行くの？恋人同士といえばやっぱ海かな。いいね、青い海、白い砂浜、砂まみれのイカ焼き。あれ、あそこにいるのはるかじゃない？どうも。どうも。今ね、高雪に聞いてたの。夏休みはどう過ごすのって。え、夏だし。でもまだ。うん。鈴宮、またカラオケ行こうね。ちょっと
今の態度は何よ。はるかを追い返すなんて一体どういうつもり。そうだよ、鈴宮ちょっと寂しそうだったぞ。おい、ほっとけるわけないでしょ。はるかは私の友達よ。高雪、ひょっとしてうまくいってないのか。本当か。俺たちはお前の友達だな、ハヤセ。だから俺たちはお前のこと心配してるんだよ。綾瀬は？ごめん、私もそんな感じ。
早瀬にしてみれば鈴宮はやっぱり大切な友達だろ。そんな二人がくっついたんだ、そりゃ気になるよ。俺も調子に乗ってた、ごめん、謝る。さっきの態度、ただ照れてただけならもう何も言わない。でもさ、女の子って態度で表してほしいんだよ。それ忘れてほしくない。手くらい繋いであげなよ。待ってるよ、はるか。違うよ。それはなるみくんでしょ。
さい。はるか、高雪の彼女でしょ？好きで付き合ったんじゃないの？さんのお宅でしょうか？はるかです。
いきなりだったから、あのびっくりしちゃって。ごめんなさい。付き合ってもいいよって言ってくれたのに、つまらない思いばっかりさせちゃって。はじめはなるみくんがそばにいるだけで嬉しくて、でもそれじゃダメだって、なるみくんのためにって思ってたのに。羨ましいです。明るくて活発で、言いたいことはっきり言えて、みんなとも親しくて、じゃなかったら意味ないです。わかってるんです、なるみくん。本当は美月みたいな人と接してる方が楽しいんだってこと。だから頑張ろうって思ったのに。
私のこと好きですか？私のことほとんど知らなかったのに、付き合ってもいいよってどうしてですか？